もこんにちは。ベルちゃんです。ベルちゃんとケツです。今日はですね、まだトイレトレーニングが終わってない方とかですね、まあ、僕っていうかね、ベルちゃんもそうなんですけど、ね、まあ、ベルちゃんもそうなんですけど、今、ここにね、ベルちゃんのお家と、あとここに、ベルちゃんのトイレがあるんですけど、もうベルちゃんこうやってね、ここがハウスっていうのが分かるようになってきたんですよ。で、普段はね、こうやって、まあ僕がいる時とか、あと一緒に起きてる時は、こういう風に、ね、開放状態なんですが、それでもね、やっぱりこうおしっこをしてしまうことってあるんですよ。うん。なので、まあそういう時にね、ここに、今からね、僕はシートを貼りたいと思います。ちなみに普段はね、普段というか寝る時は、こういうふうに、まあ、出入り口がこう2つあるケージなので、この広いところの出口をね、僕はこうやってトイレの方にこうくっつけるんですよ。で、あっちが壁なんで、で、ここのね、表を閉めて、で、ここ、トイレと給水器がここにあるんですけど、こういうふうにして、こうですね。こうしてこうです。こういう風にして僕はね、ケージ、まあ、大きめのケージがここにあるんで、ケージ、この辺にちょっとめっちゃこう端っこなんですよ。こうトイレで、ちょっと今眠るみたいです。こういう風にくっつけて、まあ僕はここでね、これでつけられてきて、寝るときとかはですね、こうやってくつろいでます。で、ベルちゃんがあそこでおしっこができたら、ね、こういうふうにして出してあげるんですけど、ですね、出してあげるんですけど、まあ、日中ね、僕が一緒にいるとき、ベルちゃんもが、こういう風にしてあげて、トイレをね、すぐに入れるようにしてあげてる感じですね。はい。で、まあこの時でもね、やっぱりこう粗相してしまうので、粗相っていうかね、なかなかね、トイレあそこっていうのはね、まあ、覚えきれない、うん、そういう時にここにね、シートを貼りましょうということで、できました。じゃーん。あ、これはね、ちょっと 60×90cm のスーパーワイドのやつなんですけど、できればトイレシートでね、使ってる同じシートがいいんですけどね。一応、まあ、トイレトレーニングしつつ、外にも出して遊んであげたりとかね、するんですよね。で、間違って失敗したとしてもね、一応こう匂いで、こう全面今こうトイレって感じなんですけど、基本的にはね、あっち、今僕ね、メッシュの網があるんですけど、メッシュタイプのやつ、まあそこで基本はさせるようにしてるので、まあ、今のところ6割、60% ぐらいはね、おしっことかうんちとかちゃんとあっちでできるんで、うんちはね 100% あっちでもうできるようになったんですけどね。すごい、ベルちゃん。まあ大体遊びながらね、トレーニングさせてるんで、おやつおやつとか言いながらね、うん、はい、という感じで、まあもしよかったらね、犬を飼われるという方、ワンコをお迎えするという方はですね、まあ、最初はこういう風に地面にね、ペットシートを貼って、そうですね、一緒にね、楽しくトレーニングするのもいいんじゃないかなと思います。この世は